ベルナール・パルメジャーニは、フランス・パリ生まれの電子音楽、アクウスマティック・ミュージックの作曲家。1957年から1961年にかけて、ジャックル・コックの下でマイムの勉強をしたことが、作曲家としての後の活動に大きな影響を与えたと本人は捉えている。1959年、ピエール・シェフェールによって設立されて間もない。 フランス音楽研究グループに参加し、2年間のマスタークラスを受講する。ルコックの元を離れてからオアーティフにて音響技師として務め、後に音楽、映像部門の責任者となる。そこで、ヤニス・クセナキスをはじめとする著名な作曲家らとスタジオでの仕事を共にした。またジャック・バラティエ、ペテ・カソビッツなど数多くの映画監督のために音楽をプロデュースし、ジャンルニカの えなどの仕事を残した。その他、フランスのメディアにおいて多くのジングルを制作しており、シャルルド・ゴール国際空港にて1971年から2005年まで放送アナウンスの前に流れていた音楽は彼の作品である。代表作の一つとされるバイオリンとテープのためのビオロストリーズは舞踊のために制作され、アミアン現代劇場において、 ジャック・アルベール・シャルティエの演出により初演されている。1960年代後半にアメリカに滞在していた際には映像と音楽の融合を研究し、後に西ドイツ放送にレジデンス中に制作した L ・イークと L ・エイクロン・トランスペアレントといった音楽映像作品を残した。1970年代にはジャズのライブパフォーマンスにも目覚め、 ロンドンのサードやバンドとも共演している。この頃より、コンサートホールで演奏される、アクウスマティック作品を作り始め、キャプチャーエフェベア、フランソワ・ベールとの共作、エル・アンフェアなどを制作した1992年、GRM を去ったパルメジャーには、サン・レミド・プロヴァンスに自分のスタジオを設立した。2010年には、クオーツ電子音楽賞の審査員を務める。 パルメジャーニの音楽は、エーフェックスツイン、オーテカ、ソニックユースなど、若い実験的アーティストに大きな影響を与えている。ありがとうございます。